皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、いつ起きてもおかしくない首都直下地震や南海トラフ巨大地震に対して実際どんなことが起きるかについて情報をシェアしてみようと思いました。特に首都直下地震対策については防災意識を高めるよう行政も力を注いでいます。ところが、日本においてはずっと大型地震に対して警告が出されてきたので、防災意識の低い人にとってはまた言ってる程度にしか思っていないのではないかということが防災アンケートから読み取れます。それらを知った時、日本人6割が餓死するというシミュレーションがあることも妙にうなずけてしまいます。この動画を最後まで見ることで、特にタワーマンションと言われる高層マンションにお住まいの方は、今すぐ災害に備えるための行動を取らなければならないとマインド設定がされると思いますし、震災というのはいつどこで被災するか分かりません。まさに外出先や勤務先が高層ビルである場合もあると思いますので、どなたにも該当する内容だと思います。ぜひ最後までご視聴ください。そんなことを言うと、私の住んでいるタワマンは最新の建築技術が反映された安全な建物だし、食料備蓄も1週間分ちゃんとしてあるという声も聞こえてきそうですが、現実起きることを知らずに生ぬるい対策をして安心しているのだと思います。政府においても防災意識が高いとは思えないことが内閣府のページからも伺えます。これだけ台湾有事の際にはシーレーンの危機が叫ばれ、輸入大国日本が即物資不足になる可能性があるにもかかわらず、政府の食料備蓄量ではとても十分な危機管理を持っているとは言えないと思います。それとも有事の際には何か奥の手があるのでしょうか。逆に我々には全ての情報を明らかにしていないのかもしれません。洗いざらい全ての情報を公開したらパニックになるからです。その真偽のほどはさておき、タワーマンションにお住まいの方は特に防災意識を高めて自分や家族の命を守ることができるよう、情報を集めて行動してほしいと思います。そしてこの動画が視聴者の皆様のお役に立てればと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回取り上げるタワーマンションに関しての防災は、はっきり言ってサバイバルと言っても良い意識レベルで対応しないとまずいと考えています。他人がどう言っていようと結局は自分や家族の身に危険が及ぶということになりますし、そんなことになったら後悔先に立たずということで後悔だらけの人生を送ることになります。このチャンネルでは繰り返し取り上げていますが、政府や自治体が推奨している対策だけで十分だと思わないことです。結局困るのは自分ですから、自ら考えて行動する必要があると強く思います。私も一時期タワマンに住んでいたことがありますが、付帯設備、近隣環境を考えると快適そのものでした。そして少しステータス感もありました。しかし震災のことを考えると不安なこと、わからないことが多くありましたが、なんとなく日々が過ぎていたように思います。そんな防災意識で暮らしていた時に大震災が起きなかったことは救われていると思います。今考えるとただ運が良かっただけということになります。今こうして自分や家族の身を守るという発想で情報を集め行動するようになって分かったことが数多くあります。今回の動画はタワマンに住んでいる住んでいないに関係なく参考になると思いますし、すでに住んでいる方においては今一度危機管理意識の見直しをした方が良いと思います。タワマンの防災対策、耐震についての情報はネット上で調べることができますが、その上で考えられるリスクと対策について考えていきたいと思います。ちなみにタワマンに関しての防災対策情報は、誰がその情報を発信しているかも意識する必要があります。極端なこと言えば、不動産業者や建設業者がタワマンのマイナス要因を強調するわけがないからです。もちろん震災対策はされていると思いますので、それはそれで情報を確認させてもらって、そこから先は震災体験者の証言などを参考にして皆さんの危険予知力やイメージ力を駆使する必要があるでしょう。まずよく言われているのは、被災時において 1. 高層マンションの耐震強度は大丈夫か、 2. エレベーターは動くのか、 3. 水道、電気、ガスはどうなるのか、 4. 火災が起きた時は大丈夫か、 5. 避難する必要が出た場合どうするかについてですが、ライフラインが止まるというリスクは特にタワマンだからということはないと思いますが、高層建築であるがゆえのリスクも発生すると思いますので紹介します。まず建物の強度に関することですが、地震の多い我が国は災害が起きるたびに建築基準法というものの見直しが行われ、より厳しい基準が設定されています。
大改定されたのは1981年で、建物を建てる際の耐震基準がより厳しくなりました。日本では建物を建てる際には最低限度の耐震能力を持っていることを保証する耐震基準を満たさなくてはなりません。そのため1981年以降に建てられたマンションは、地震時に建物の倒壊を回避するだけでなく、建物内にいる人の命を守ることに対しての基準も設けられているので、震度6、7程度の地震では崩壊、倒壊しない耐震性を持っており安心です。また、タワマンの定義は地上20階以上、高さが60メートルを超える建物とされており、その設計においては過去の地震のデータから、建設地において想定される地震で建物がどのように揺れるかを検証しているそうです。長周期地震動といって、建物が高ければ高いほど、地震の後に建物自体の揺れが収まるまでの時間が長くなることも注意点です。高層マンション、タワマンにおいて大地震対策としての技術はいくつかあり、耐震構造、制震構造、免震構造などがあります。それぞれメリット、デメリットがありますが、ここでは詳細説明を割愛します。ただ理解しておかなければならないのは、絶対はないということと、基準通りに設計、施工されていれば倒壊などの心配はないということです。ただ、建物の中にいる人間がイコール安全とは限りません。というのは、建物は高くなればなるほど大きく揺れます。なんと70センチから最大6メートルくらいの幅で建物が揺れるので、室内の家具などがその距離動くということであり、わかりやすく言うと飛んできます。それによって大怪我、命にも関わる事態になる可能性はかなりあります。そうなった時には突っ張り棒や家具の下に敷く転倒防止グッズなどは何の役にも立たないと思います。そして、被災時においては室内で大怪我をして救助が必要な事態になっていても、周囲に助けを呼びにくい状況だと思います。堅固なドアを突き破って入ることもできませんし、窓からの侵入もできません。そもそも隣に異常を伝えることができるかどうかもわかりません。これは戸建てでも同じですので、家具の固定はすぐ実行するべきです。そして外にいる場合ですが、建物のガラスが落ちてくる可能性についてはかなり気をつけないといけません。最近ガラス張りの高層ビルが多々ありますので、本当に怖いと感じます。もちろん耐震性のある構造であったり、フィルムを貼るなどして対応はされておりますが、2018年9月に発生した台風21号では、大阪の梅田スカイビルで高層部のガラスが破損し、地上に破片が落下しました。幸い怪我人はなかったものの、人がいれば大惨事です。このケースでは風速45メートルという想定外の風が吹いたからというのが原因らしいのですが、この想定外というところが盲点だと思います。絶対はないということですよね。そして多くの方が心配しているエレベーターについてです。まず、結論からするとエレベーターは震災時に止まります。閉じ込められるという危険もありますが、最近のエレベーターは被災時、最寄り階に自動で止まりドアが開きますので、想定以上の揺れがない限り大丈夫かもしれません。ただし被災時には停電が起きている可能性が大きいことから、非常用発電設備が義務付けられていますが、72時間の発電能力しかありません。計算すると3日間ということですが、これは3日あれば電気の復旧は見込めるだろうという、あくまでも過去事例によるものだと思います。それ以上の被害規模になったら、と考えることも必要でしょう。そして忘れてはならないのは、タワマンなどの高層建築物にはエレベーターが複数台あると思いますが、お住まいの建物のエレベーターは被災時何台動くかを確認しておく必要はあるかもしれません。通常1台だそうですが、その場合、居住人数を考えると利用者の数が多く、まともに使えないと考える必要はありそうです。そうなると、非常階段を使って地上60メートルの高さを上り下りしなくてはなりません。地上60メートルとはだいたい20階建ての建物ということになります。タワマンで20階というのは低い部類になるのではないでしょうか。そうなると、上層階の人は階段での昇降となりますが、高齢者でなくてもかなりきつい環境になることは覚悟しなくてはなりません。古いマンションの場合は特に、非常用電源のメンテナンスが行き届いているかは全く未知数なので確認が必要でしょう。というか、ないものとして考え対策しなくてはなりません。そして、電気、ガス、水道などのライフラインについてですが、こちらは被災時において停電とともに使用不可となります。ただしエレベーター同様、非常発電設備があるのでしばらくは使用できます。発電能力、時間に限度はありますので、各自準備しなくてはならないところです。例えば政府の指示通り1週間分の備蓄をしているだけでは、想定外の事態が起きたとき飢えることになります。直下型の大地震の場合、
電気などのインフラの復旧に要する時間は1週間だなんて考えない方が良いと思います。そうなった場合、困るのは間違いなく自分となります。そして被害が甚大であった時に非常用発電機の燃料切れが起きたら、エレベーターが止まり、ライフラインは機能しません。もしかして水、食料の配給があるかもしれませんが、例えば60メートル以上もの高さから降りてきて、また上がるということを食事のたびにしなくてはなりません。食料の配給を受ける場合、衛生上の問題から2日分まとめて配給するというわけにはいかないのだそうです。なので、毎回、1日3回階段を上り下りする必要が出てきます。水の運搬も必要ですし、ゾッとしますね。あまりに疲れて階段から落下して怪我をする方も出てくることも考慮する必要があります。忘れてはならないのは、食料や水の運搬だけではなく、トイレが使用できないことで、地上に降りなければならないケースもあります。それこそ階段を使って用を足すたびに地上に降りることは現実的ではないでしょうね。そんなことしていたら一日中階段の上り下りだけで終わることになると思います。次はある意味最も心配ではないかと思われるのが火災です。もちろん、建築基準法や消防法によって燃えにくい建材や防火区画などを設けることが義務付けられていたり、安全対策は過去の火事事例をもとに取られているので問題ないとされていますが、避難方法の確認、訓練が絶対必要だし、法律で義務付けられた安全装置関係の点検メンテナンスがされていなければ、いざという時に故障など起きたら命取りになるでしょう。そして震災時にはあちこちで火災が発生していることも想定されるので、消防隊が到着するまでの時間がどのくらいかかるのか、それによって生死を分けることになりそうです。万が一の状況に備えて避難経路の確認、消防隊が間に合わなかった場合の消火栓方法の確認は間違いなく必要でしょう。そして最後に、建物に甚大な被害が出た場合、もしくはこれまで述べてきた状況により自宅での避難生活ができない場合はどうなるかについて話していきますと、東京都港区が発行しているハンドブックが現実を知る上で良いと思います。どんな内容を案内しているかというと、基本的に避難所はタワマンに住んでいる方の分まで確保されていないということです。情報によると、港区は2018年に港区マンション震災対策ハンドブック在宅避難の勧めというものを作成しており、マンションの居住者、管理人に向けて高層住宅で地震にあった場合の行動、日頃からの備え、マンションごとの防災計画作成の必要性などが記載されています。つまり何を言っているかというと、大地震発生後も自宅での生活が基本ですということで在宅避難を呼びかけています。その背景にあるものは、マンションは大地震でも倒れる恐れが少ない、避難所の受け入れ人数には限界があるという2つの理由がハンドブックには書かれています。東京都の23区のような都市部では人口に対して避難所の収容人数は十分ではありません。都のホームページによると、都内での避難所は2964箇所、福祉避難所1397箇所があります。避難所の収容人数は約317万人です。南海トラフ巨大地震や首都直下地震のような東京都全体が被災するような災害では、避難所に入りたくても入れない人が多数出ることが予想されるということで、こういった情報もあらかじめ出されていますが、何かあったら避難所に行けば食料、水は確保できるだろうという淡い期待を捨てる必要があります。今騒がれている首都直下地震、南海トラフ巨大地震クラスが来た場合、道路などの被害は尋常ではなく、政府が準備する食料備蓄がどれだけ被災地に行き届くか全く未知数です。知れば知るほど他人任せ、他力本願では危険極まりないことがわかりますね。いかがだったでしょうか。今回こうしてタワマンのような高層マンションにて被災した場合の情報をシェアしましたが、このことによって皆さんは何を感じたでしょうか。マンションにて被災した経験のある方、被災した人の経験を知っている方、避難所での生活はどんな危険があるのかなどの情報をお持ちの方は、ぜひコメント欄にてシェアをしていただけると助かります。高層マンションというと都市部の話にはなりますが、そこでの食料自給率は 0% であるということを肝に銘じておかないと飢えに直面することになります。過去に例がないほどの大規模地震が起きた場合、1週間程度の食料備蓄で足りるわけがありません。道路が分断されることは間違いありませんし、そうなれば食料の配給も計画通りにはいきません。そうなると何も準備をしていない人が飢えに直面して暴徒化することは目に見えています。あらゆることを想定して準備をすることを強くお勧めします。こうしている間にも起きるかもしれない自然災害は本当に恐ろしい限りです。
今回の動画が皆さんや家族の皆さんの身を守るためのマインド設定につながれば、動画作成した甲斐があるというものです。最後に概要欄に我が家の準備する防災用品のリストを載せておきますので参考にしてください。また食料備蓄や停電対策などの防災に関しての動画は複数作っていますので、そちらもリンクからご視聴いただけると良いと思います。ご家族で団らんの際に見ることで子供さんへの啓蒙にもなると思います。意外と子供さんは親御さんの会話を聞いているので効果的です。直接言っても興味なさそうだし、身内からの情報ほど聞かないものです。そういった際にも私の作成した動画に限らず、他の YouTuber さんが配信している動画など多くの情報に触れさせる環境を作ることは一つのノウハウだと思います。今後間違いなく起きる震災に向け準備をし、共に生き残りましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またよろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。